皆さん、やっさーやっさー。今夜11月22日月曜日夜11時から放送、ミッド FM761 やっさぐれナイトの今夜もやっさぐれちゃいな第252回目がオンエアです。イエーイ。この番組の視聴方法はこちらのリンク、もしくは下の概要欄の方にリンクを貼っておきますので確認よろしくお願いします。ということで、はい、毎月、うん、第4月曜日は、はい、うん、世界の偉人有名人の音楽についての、うん、音楽に耳つった、ね、音楽についての言葉ですけれども、はい、名言ね、名言ね、はい、はい、今回はゆみちゃんが担当ですけども、はい、いかがですか今回はね。ああ、大物アーティストだよ。まあ毎回大物だよ。そうだね、うん、そうだね。ユウトがねっていう話はね、うん、ないよ。そうか、私も、この方のカバー曲を歌わせていただいてます。ほうほうほう。はい。今夜は、井上陽水さんの、はい。名言をお届けしたいと思います。はい、ああ、そりゃいいこと言ってるわさ。なんか深いよね。ああ、うん、歌詞もそうじゃん。そうだね。陽水さんって。うん。歌詞も意外に深い歌詞が多いじゃん。うん。確かに。さてさて、どんな名言をって言っちゃいけないんだね。うん、はい、そう。これはオンエアで。うん、はい。気になるよね。気になるでしょ。ね、気になるでしょ。聞きたいな。今もういいんじゃないの、言っちゃって。ダメ。だってここで言わないからさ、YouTube の再生回数が伸びないわけじゃん。まあそういうことじゃないと思うね。あ、そういうこと。うん。あ、そういうこと。お前らの顔なんか見たくないってこと。そういうわけでもないと思うけどね。そういうわけでもない。ね、ということで皆さん、はい、お楽しみにしておいてください。お楽しみに。そして、今夜のリクエスト曲は、あ、俺か。そうだね。うん。名古屋市にお住まいのキキさんより、うん、荒井由美で、優しさに包まれたなら。うん。懐かしいね。をお届けします。うん、いい曲。よく言えた、俺。うん、よく言えたね。ちょっと頭の中でね、あれどっちだったっけ、どっちの曲だったっけって思いながら、ちょっと思っちゃったんだけど、今合ってたね。合ってましたよ。はい。ユーミンよ。ね。ユーミンね。いい歌歌っとるでね。ねえ、ほんとだよね。この曲もすごいいい歌だしね。うん。うん、なんで、なんで、この曲になったかっていうね、キキさんのメッセージもありますね。そうだね。こちらの方もお楽しみにしておいてください。はい、お楽しみに。さてさて、お待たせいたしました。我ら、やさぐれナイトが独断と偏見でお届けする、やさぐれジュークボックスですけども、今回はユミちゃんの担当ですが。はい。今夜はどんな素晴らしい曲をお届けしてくれるんでしょうか。今夜は、うん、KG with ティアラで愛しすぎてをお届けしたいと思います。あーね、まあね、あーまあなんかね、あーまあね、うん、あーね、うん、あーまで言うでもないみたいなね。あーなんか、ね、あー、まあなんか俺が今あーねって言ったのがね、うん、多分ね、番組聞いたらよくわかるの。そうだね、今夜の放送で。うん。うん、あーね。あーね、うん。ごめんなさいって、そろそろ言いなさい。ということでね、はい、こちらの曲も楽しみにしておいてください。楽しみに。さてさて、お待たせいたしました。11月、はい、7個目の、うん、キーワードはゆみちゃん何ですか。7個目のキーワードはジョロキアのジョ。ジョロキア、うん、ジョロキアってあのジョロキア。ゆうとが大好きだと思うよこれ。 ね、 ね、美味しいんだ。美味しいのか分からんけど、唐辛子のめっちゃ辛いやつ。そうなんですよ、ジョロキア、うん、あね、ジョロキアのジョだよ。美味しくはないと思う。辛いから。いや、辛いから。キャラーから。キャラーから。キャラーからよ。から。うん。ということでね、皆さんね、はい、ジョロキアのジョ。うん。塩。ん？ジオ。ジオ。死に点々にちっちゃいよ。になりますので、ね、うん、はい、しっかりメモしておいてください。今夜のリクエストじゃねえな。うん、今夜のオンエアが
8個目。そうです。で、来週が9、10になるんでね。うん。それで最後になります。そうだよ。ね、来週の9、10に関しては、ゆうとが一人での放送だから、ゆうとが決めなきゃいけないんだからね。お、やった。俺いつもこれね、うん、やりたがって。そうなの？やりたかった。変わるよ、いつでも。ほんとね、いつもなんかいいのはなんか、アドリブで出してくるわけじゃん、うん、毎回。そうだね。俺もやってみたいなと思ってさ。うん、でも私いないから。ああ、そう。じゃあ俺、好き放題って言ってくれな。そうだね。ピーっていうことを自分でやる、うん。自分でね。ああ、そういうことね、うん。はい。ということで、チョロキアのジョーですね、うん。皆さんしっかり確認しておいてください。お願いします。今も話ありましたけど、来週ね、僕一人なんです。はい。ね。罰ゲームです。罰ゲーム違うでしょ。第5週がある時の土曜、うん、土曜日はね、月曜日な。いつから土曜になった今日ごめんなさい。ね、疲れてるね。ここそうそうそう。ね、ライブ終わりね。まあ、やさぐれナイトの、やさぐれでしょう、はい。ボリューム9でしたね。そうです。それが終わって、はい、ちょっと、来週の水曜日の、うん、ね、練習しながらね。今週の水曜日の練習をして、ね、今になってるんですよ。今夜中の4時半です。4時半じゃないよ。4時半です。あ、そう。うん。まあ、ということでね、来週僕一人なので、はい。で、何回も言ってるんですよ。うん、ラジオでも言ってるし、YouTube でも言ってるし。うん、なのに、まだ誰からもメッセージが入ってこない。本当？俺、よほど嫌われとんだな。そんなことはないと思うよ。本当？もっと大々的に、Facebook とか、うん、そういうのであれ俺リクエストくださいってやるのかね。俺があげたのをちょっとシェアしただけの話やで、うん、誰が俺がユミちゃんが来週一人だから、うん、あのリクエストくださいねって俺があげたんだよ、うん、あ、じゃあ私があげない感じ。いい、もう俺作った。あ、そうなの、すごいね。あ、当たり前じゃん。ということで、この YouTube 見てる人たちは必ずね、すぐメッセージちょうだい。すぐね。じゃないと俺ずーっと30分ぐらい喋りっぱなしできるけど、はい、うん、ね、できるだろうね。できれば皆さんのメッセージがあった方が嬉しいので、うん、よろしくお願いいたします。ということで、はい、今夜11月22日月曜日夜11時から放送、ミッド FM761 やさぐれナイトの今夜もやさぐれちゃいのお聞き逃しな、泣く泣く。それでは皆さん、今夜もやさぐれチャイナ、チャンネル登録よろしく。